オープン e-book 形式、まだ皆さんご存じない方多いかもしれませんが、オープン e-book 形式を用いたによる成績評価と学習データの分析ということで、ご講演をお願いいたします。緒方先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。こういうテーマで発表させていただきます。まずは自己紹介ですけども、私は教育工学といいますか、システム開発をしてその効果を評価するというふうな研究をずっとしてきました。で、2005年ぐらいからそのラーニングログを用いた協調学習環境ということで、一人一人が学習のログを蓄積して、それをうまくこう共有していくことで、もっと効果的な学習ができないかというふうな研究を、していまして、その後、2013年に、九州大学に移動しまして、そこで、ラーニングアナリティクスというテーマで研究を始めております。で、まずラーニングアナリティクスというキーワードの説明ですけども、ここにありますように、授業中あるいは授業外で先生や学生さんから、情報をセンシングして、記録しますと。これどういった情報を記録して、ここでどういったその技術を用いてどういうふうに分析して、フィードバックすると、どういうふうな効果があるかということをこう研究していく分野になっています。で、具体的には例えば教室で学習している代わりに、LMS という仮想空間内で、学びの場所を作ってそこで学習をすると。で、例えば本の教科書の代わりに e-book を使うと、あるいは紙のノートで問題を解いたりする代わりに、デジタルノートブックのようなものを、使って問題を解いていくと、こういったシステムで蓄積されたログを、分析すると。例えば、つまずき箇所を分析して可視化したりとか、学習者の、理解度を、分析して、可視化したり、適切な問題を推薦したりとか、あるいは学習者のこれまでのログデータを分析して、適切なグループを編成してあげようと、そういった研究をしています。で、今回のテーマで話題ですけども、対面授業とか、遠隔授業に限らず、情報端末を使って、授業をしていますと、教育学習のプロセスのデータというものが、自然と蓄積されていきますので、そういったデータを使って、成績評価あるいは日々の学習、教育の活動に役立てる支援が できないかという視点で発表させていただきます。はい。で、まず一つ目が、オープンブックという形式の評価において、どういうふうにその学習録を分析、活用してその学習状況を確認するかという話、それから、学習データの分析に基づく介入とその結果のエビデンスの共有をしていきましょうという話です。で、学習データの活用っていうのは4段階あると考えてまして、まず最初の、第1段階は全く情報端末などを使わないという授業をしていると全くログデータもたまらないという状況。それから2つ目が、対面授業遠隔授業に限らず情報端末を使って、授業しているとある程度その、学習ログが蓄積されるというふうな状況。それから、それを第3段階はそのログをうまく活用した授業をするという段階。それから最後は、その結果、効果的なもの、それから効果的でないものも含めてエビデンスとして蓄積して、それを有効活用している段階と、こういう4段階あるのではないかと思ってまして、今この遠隔授業をしているという段階で、我々は第2段階にあるのではないかと思っています。で、まずはオープンブックのを用いたその授業成績評価の話ですけども、
まあ、従来あの対面授業で多くの場合その試験っていうのは、教科書とか参考資料を持ち込まずに、試験をしてたかと思うんですけど、これ、まあ、一般的にクローズドブック評価と呼ばれるものになります。で、オンライン授業になりますと、まあ、同様にその、何もその資料などを見ずに、試験するっていうことがなかなかその、そういう試験環境を制御することが難しいという問題があります。例えば、試験中に、インターネットなどを使用して情報を検索したりする可能性もありますということです。で、この、ここで言うのはその学生さんが試験中に、参考資料等を利用す、して授業、テストを受けるオープンブックの評価法というのを紹介しますということです。で、これはあの対面の授業とオンライン授業での、試験の例ですけども、例えば、まあ、あの対面型の授業でも、オープンとクローズっていうのは両方あったかと思うんですけど、特にオンラインになると、まあ、クローズの方がなかなかあの完璧にするのは難しいというのもあって、オープンブックというのがあの、方式がしばしば用いられるということです。で、評価のタイミングも、対面授業だと最後に1回試験をするということが多かったかもしれませんけども、オンラインです と、先ほど茂田先生の発表にもありましたように、小刻みに、継続的に評価しているというふうなことが、用いられる思います。それから評価方法も、先生があの対面の授業ですと、評価するというのが、大半だったかもしれませんけど、オンラインですと、まあ、たくさん、試験などをしますということで、それを採点とかの負荷を、軽減するために、まあ、計算機が自動的ある程度自動的に、評価したり、それぞれの学生さんがお互いに評価したり、自分で学生さんが自己評価するというふうな方式が取られていると思います。ですので、まあ、ここにありますように、まあ、オンラインの授業の方が、選択肢は豊富なのではないかと。これはあの JMOOC という組織で、この、ワークショップも開催されてますけど、まあ、MOOC など の、 その大規模なその、たくさんの人が参加するオンライン授業の場合は特に、こういったあの、評価っていうのが大きな問題ですので、いろいろ工夫がされているということだと思います。で、そうですね、先ほども言いましたようにあのオンライン試験ですと、まあ、あの通常の対面と同じようにしようと思うとなかなか難しいところがあります。例えば、本人を同定するということで、きちんと本人が受験しているかどうか確認をする必要があります。で、まあ、カメラで確認するとしても、まあ、最近はそのデジタル画像を加工してなんか他の人になりすましたり顔を描いたりできますので、これもなかなか難しいんで 100% まではいかない。それがそのカンニングなどの不正行為も防止するというのはあの、いう問題もありますけれども、例えばカメラで監視するとかしたとしても、まあ、例えばカメラの外に、資料やノート PC などを置いて、資料を見ながら、受験するということもできます。あるいはあの LINE とか の、 そのです、ね、コミュニケーションツールを用いて友達と回答を相談しながら作成するということもできますので、なかなかこういった問題があるので、通常との対面授業と同じような、試験をするというのは難しいのではないということで、オープンブックの評価っていうのを、採用して、まあ、何でしょうね、資料は何でも見ていいですよということで、回答をとにかく決まった時間でしてもらうというふうな試験が採用されています。で、一つメリットとしては、そうですね、あの暗記を減らすことができるということですね。
で、それによって例えばその情報収集能力とか、まあ、批判的な能力などを、必要とするということです。デメリットとしては、まあ、先生はですね、まあ、今までもしその、知識の暗記などを試す試験問題を作ってたとすると、まあ、そういった問題は使えなくなると、まあ、それなりに、問題、の作成において工夫する必要があります。で、学生さんも、持ち込みかの試験ということで、まあ、試験の準備とか、まあ、通常の、対面の授業などでするようなその試験準備をしなくなるというふうな、問題も、指摘されています。で、どれぐらいオープンブックの、評価方法がされてますかということなんですけども、これは7月の10日に、NII が主催するサイバーシンポジウムで、取ったアンケートの結果ですけども、286名の方が回答してまして、クローズドブックを採用していると答えた人が 3.4% で、オープンブックを採用している人が 16.4% ということです。で、まあ、一番多かったのは 45.1% の人が、試験は採用せずに、レポート課題などで評価しているというふうな回答がありました。はい。で、オープンブックの評価を設計する際の注意点ですけども、まあ、先ほども言いましたように単にその知識の記憶を問うものではなくて、まあ、知識の理解力、理解とか応用力とか情報収集能力とか、批判的な思考力などを評価するものに、すべきであるというふうなことが言われています。で、その具体的な例ですけども、例えば、美を比較してその特徴の違いを述べなさいとか、いくつか手法がある中で最もいいものはどれですか、その理由を書きなさいなどの、自分である程度情報を集約して、まとめる、考えて、回答する必要があるような、問題を作るということが重要になってきますということです。で、オープンブック、先ほども言いましたようにオープンブックの試験ではまあ、持ち込みが可なんですけど、学生さんはしばしばその、持ち込みができるから勉強しなくても、受験してもいいやと、試験を受けてもいいというふうに思いがちですけども、本当はこっちの方が予習は、重要だというふうに、まあ、しっかり、試験前に学習することは重要だと言われてますけども、まあ、それは本当かどうかというのを、ebook のログを、元に、分析しましたという。これ、フラナガンさんの、論文の引用です。はい。受講者は、164名を対象に、我々、まあ、九州大学と一緒に開発してますブックロールという、システムを使って、教材を配布して、まあ、その閲覧履歴を分析して、どういうふうにその、オープンブックの、試験に臨んだかということを分析してみました。ブックロールというのはこういったウェブ形式のインターフェースになってます。で、次のページにジャンプすると、まあ、そういった15個のアクションがログとして蓄積されます。で、これをですね、ここで、試験が始まるんですけども、試験の前の、予習の活動と試験が始まった後に、また教材見ながら試験を受けるんですけど、その活動に分けて、どういった活動を、最終成績、成績が高い人、低い人はしているかというのを分析してみました。そうすると、まあ成績が低いグループの人は、やはりその
あまりその、あ、そうですね、試験開始前の行動というのは少なくて、試験が始まってから一生懸命、資料を見て学習しているというふうなことが分かってきました。で、逆にその、試験が、ね、すみません、成績が高い人というのは、試験開始前の、前に十分その、資料を見て閲覧しているというふうなパターンが多いということが分かってきました。ですので、まあ、オンラインのオープンブック形式の評価っていうのは、よく行われるんですけども、実際にその確かめてみると、予習をですね、成績上位の方は、下位の方と比較して予習をちゃんとしているということが分かってきました。まあ、こういったことはその学習のログっていうものがあるからこそ検証できるということであります。でまあ、そもそも、まあ、こういうその成績評価の前に、ちゃんと授業についてこれてるかどうかっていうのを確認して、まあ、事前にフォローしてあげることが必要ではないかと、まあ、ちゃんとその、受講したら人には全員受かってほしいという意味で、そういったことがある。で例えば成績を予測するということをしてみますと、これ15週の授業ですけども、3週までのそのログデータ、があるとだいたい 80% ぐらいの確率で最終成績を判断できるというふうな研究結果がこれ我々のグループであります。そうすると、結果が良くないような学生さんっていうのを早めにその見つけてあげて介入するということが必要になっているのではないかということで、まあ、どういった学生さんに対してどういう内容の、まあ、どういうタイミングでどういう内容の介入をしていけば効果があるのかということを、エビデンスとして蓄積しましょうというふうな研究をやっています。これは博士の今2年生の黒宮君という学生さんが中心に、研究してますけども、これは、まあ、学生さんがそのログを蓄積しまして、そのログを分析しまして、介入が必要な人を、探します。そして、介入メッセージを出すと。でその結果、例えば資料を閲覧してくれたり、予習をしてくれたり復習したり、まあ、そういった活動がどういうふうな介入によって効果があったかということを、エビデンスとして蓄積します。で、その、エビデンスを共有して、先生が授業をする中で適切なエビデンスを推薦していこうということを今しています。で、まあ、エビデンスの内容は、介入、先ほどはその介入のメッセージという例、今後もあと次出しますけど、現在のところ、どういう介入のメッセージをどういうタイミングで出せば、どういう効果があるかということを、研究している。まあ、これはマイクロエビデンスと我々呼んでますけども、実際は、まあ、それ以外にも、まあ、授業設計をどう変えるとどんな効果があるかとか、まあ、今回そのコロナの影響で、前の授業からオンラインにこう、大きく変わったわけですけど、そういった時に、まあ、どういうツールとかどういう授業設計をするとどういうふうな効果が、あったかなかったかということを、評価するということが重要になってきますね。こういったことはマクロエビデンスというふうに、呼ばれてまして、今後、まあ、こういったことも研究していこうと思っています。で、現在のところ我々の方で開発しているのは、まあ、こういうその、まあ、コースを選んで、期間を選んで、この前後比較、まあ、介入の前と後でどういった効果があったかということを、検証して、効果があるものをエビデンスとして蓄積するというふうなことをしています。で、例えば、これは京都大学での、遠隔授業の、例ですけども、例えばこのブックロールの、
でその教材を、登録しましたと。でこれを予習してきてくださいといったときに、やはり中には予習してこないかった学生さんもいまして、それが43名ということ でその、方々に対して、介入のメッセージを送りますと。でその結果、30名の人が、再度教材を、見直してきてくれてます。まあ、そういったその結果をエビデンスとして、蓄積していきますということです。で、これはあの、京都市内の中学校での例ですけども、同様に、教材を、登録した、事前に登録したんですけども、まあ、そのうちそのやはりその、教材を見てきてくれてない学生さんもいますと。特にそのこういうオンラインの授業になると、まあ資料を学生さんに渡して見てきてもらうということをよくすると思うんですが、まあ、実際にそれを閲覧してくれてるかどうかというのが、こういう履歴で分かりますので、それを確認して、その見てきてくれてない学生さんに対して、介入をすると。で、その結果どうなったかということを、エビデンスとして蓄積するということをやっています。で、そう、ちょっと時間がないので飛ばしますけど、で、こういったそのエビデンスの共有っていうのは海外ではどうなってますかと、例えば、アメリカですと、まあ、2002年ぐらいにその、教育省の方で、因果関係が認められるエビデンスの収集というのをしています。はい。まあ、これはあの論文をもとに、集めているというふうなものです。それから、イギリスの方も、EF という団体がありまして、実践に役立つエビデンスを共有しようというふうなことをしています。これもあの同じように、論文などが主に、元にされているということで、まあ、こういったその、まあ、実験を計画をして、従来ですとエビデンスに基づく教育の研究というのはされてたんですけども、まあ、一つ一つのエビデンスの抽出にまあ相当時間がかかったり、それを利用するにも、まあ、検索をしたり、手間がかかるというふうな問題も、指摘されています。で例えば、まあ今回我々がする、やっていますその教育データに基づいてエビデンスを、抽出しましょうということを、していきますということなんですがこれによってその、まあ、エビデンスのレベルというのは低いかもしれないんですけども、まあ、数は多く、まあ、カバーされる範囲が広くなってでその適用範囲は広がるのではないかと。それからその、教育現場で、まあ、リアルタイムに収集されるデータを分析して、まあ、その場で適切なエビデンスを推薦して、まあ、利用するタイミングも、タイムラグが少ないといいますか、収集と利用までのタイムラグが少なく、うん、でその、適切なものを教育現場にフィードバックできるようになるのではないかということで、まあ、今後の研究まだまだ必要ですけどもこういった研究をしていますということです。で、まとめですけども、まあ、今回の発表ではオープンブックの評価、ということとそれから、教育データをもとに、予習の効果予習を実際することが重要だということを、検証しましたということで、それからそのエビデンスに基づく教育を実現するフェーレンはまだまだその例は少ないですけど、そういったことをしています。そうですね。で、まあ、これまでその、まあ、先生がその学生さんの理解度を評価するということで、まあ、成績評価ということでその学習目標に到達できたかということを評価してきたかと思うんですけど、まあ、評価の目的も、変化してきているのではないかと思う。例えば、まあ、学生さん自身が自分の理解度を、確認テストなどを通じて、評価する。で、それによって自分が理解できてないところを、後でが復習するとかいうことが、されるようになってきてるんではないか。それから、先生自体も、まあ、自分の教育の方法といいますか、
評価するっていうんですか。で、まあ、学生さんが理解ができてないところっていうのは、まあ教材とか授業設計を見直す必要があるのではないかということです。それから、学生自身が総合評価とか自己評価をして、その科目の知識とか技能の評価方法を身につけるという必要性もあるのではないかというふうなことで、まあ、とにかくその自分のその教育とか学習活動のプロセスを記録して、それを活用して、まあ、先生も学生さんも関係なくこう PDCA サイクルを回していくというふうなことをお互いしながら改善していくということが重要ではないかという話です。でそのためにも、やっと今情報端末を利用して対面授業それから遠隔授業というのがされようというか、まあ、これから現在されているという状況ですので、次のステップに進んで教育学習ログを活用した授業ということを、が進めればいいなということで、まあ、これ前期ほぼ終わりかけてますので、まあ、後期からこういった授業が進められたらなということを期待しています。以上で発表を終わらせていただきます。先生ありがとうございます。エビデンスベースとって非常に重要なことだと思うんですが、多分京大でやられる時の要は京大の学生さんがの一般的なエビデンスとあるいはもう少し違う層の大学だとまた違うエビデンスが、必要になってくるわけで、はい、となると大学単位でエビデンスを集めることが重要だと思うんですが、LMS に何か仕掛けをしてしまって自動的に集まるようなエビデンスはいいんですが、それ以外のものについて大学の他の先生から協力を得るということはそんな簡単なことなんでしょうか。はい、それはそうですね、そこは教職やってみないと分からないところだと思います。はい、分かりました。はい、そこはできるだけその先生方のその入力の手間とかをかけないで、まあ、自然にエビデンスが蓄積されるような形でできないかということを今、検討している段階です。はい、はい、今この絵でご質問をいただいておりまして、はい、まず第3段階と第4段階の違いは何かというのが一つと、それから第4段階になったらどういうふうな授業になるんだろうかという具体的なイメージ、その2つについてちょっと、お話しいただけますでしょうか。はい、第3段階はまだエビデンスが蓄積されてないという段階、まあ、ログは、蓄積されてそれを有効活用はされているという段階ですけども、そのログが蓄積ログを有効活用して例えば教材の推薦などはどんどんできてますと。で、エビデンスの蓄積までいきますと、まあ、どういった学生さんにどういった内容の、教材を推薦してあげると、その結果理解度が上がったかどうかっていうことをちゃんと結果も含めて、蓄積していって活用していきましょうというのが第4段階だと思っています。はい、はい、で、2つ目のご質問が、第4段階ではどのような授業が可能になると考える、はい、具体的なそのイメージみたいな、はい、すみません、例えばある授業を、ある内容を教えるときに、どういったその授業活動、例えばグループ学習を取り入れて、グループを作ってそこで議論をさせて、理解お互いに理解を、理解度を上げていくのかとか、まあ、そういったその、過去の授業の、工夫などの、 その、結果が共有されてくると、その授業設計自体 の、 その、共有エビデンスで、まあ、どんな効果があったかなかったかということも共有されますので、授業設計を組み立てるときの参考になる、あくまでも参考レベルだと思いますけども、参考になるのではないかと。それからその、ある学生さんに対して、まあ、
介入をするときに、まあ、どういうふうなその、うん、タイミングでどういう内容のメッセージを出せば、例えば効果成績を上げるとか、ちゃんと予習復習をして、学習習慣をつけるとか、まあ、そういった、参考になるのではないかと思ってますけども。はい、どうもありがとうございました。はい。